516部隊とは、大日本帝国陸軍の科学船研究機関であった、関東軍科学部のこと。その通称号の、満州第516部隊の略。その前身は、1937年8月に創設された関東軍技術部科学兵規班で、1939年5月に技術部から独立した。 516部隊関連のものに限らず、日本軍の生産した化学兵器が敗戦直後に中国領内に遺棄されたのではないかと言われる。日本政府の主張では、その多くが集められたハルバミネには30から40万発の化学砲弾、化学材容器などが埋没されたほか、中国各地にも存在すると見られ、ハルバレー以外では2007年2月までに3万7千発が、 日本の事業で回収された。中国政府は1990年に日本政府に対して域化学兵器の処理を非公式に打診した。日本政府は1991年から現地調査などを進め、1995年の化学兵器禁止条約批准の後には同条約の規定に基づいて残存する化学兵器の処理を進めている。 ハルバミネの埋没化学兵器は、1950年代から1960年代に、中国側が2つの砲弾購に埋めたものである。当初は67万4千発と推定されたが、追加調査により30万から40万発と、推定値が修正されている。中国における、域化学兵器処理事業内閣府域化学兵器処理、担当室。中国における、 生化学兵器問題について内閣府、生化学兵器処理担当室、ありがとうございます。